6番のカッコ3です。右の図3の立体 ABCD-EFGH は一辺が 8cm の立方体です。点 M、点 N はそれぞれ辺 BC、辺 CD の中点で、3点 GMN を結んだ三角形 GMN の面積は24cm です。立体 ABMND-EFGH の内部に点 P を、点 P と平面 ABFE との距離が 2cm、 点 P と平面 ADHE との距離が 3cm、 点 P と平面 EFGH との距離が 1cm となるようにとります。この時、点 P と平面 GMM との距離は何センチメートルですかというのが問題です。こちらですね、ABFE、左側の面からは2センチメートル離れていて、そして、この HDAE、奥の面からは3センチメートル離れていて、下の EFGH から1センチメートル浮きているところに点 P がある。そして、そこの点 P から NMG という面に対しての距離は何センチメートルですかという問題です。三角形 GMN の面積が24cm なんですけども、それを使わずにですね、直線と点を出す距離の方式から出してみたいと思います。まずこの GMN がですね、MN、まあ、FH の方向から投げますと一直線に見えることになります。でその時ですね、点 P はですね、赤い P' のところに見えるんですけども、ちょっとそれを下のですね、図から見てみたいと思います。点 P をですね、上から見ますと EH の方向からは3センチ、そして EF の方向から2センチのところにありますけども、実際にはですね、それを EH の方向から見ますと5センチの正方形の対角線の半分、この P' の位置に見えるかと思います。EP' は、5センチの、正方形の対角線の半分ですね、2分の5ルート2センチメートルのところに E から、P' までの距離が、示されます。でそれはですね、 E のところをと G のところをそれぞれこちらに右側ですね、 G を原点ととって EGCA の平面で見ますと下から1センチ浮いてますので、対角線の8センチの対角線のマイナス8ルートに GE がですね、そこに今言った EP' の2分の5ルート2を加えたものが X 軸、下から1センチ浮いて1という点、そしてですね、直線は JG となってますね。 J というのはですね、 Y 軸は上は8センチ、そして J はですね、4センチの正方形対角線の半分、すなわち2ルート2というところ、座標軸ですとマイナス2ルート2、8というところで原点を通る直線 Y イコールマイナス2ルート 2X という直線になります。そこまでのですね、 P' からの距離が L と、でこれを計算してみようというんですね。ただし実際のイメージとするとですね、 P' から、まあ、平面の GMN、 P から平面の GMN までの距離 L' と L というのはですね、ぶつかったところを、まあ、GMN にぶつかったところを M' と N' としますと、その幅ですね、 L と L' の幅はですね、2分の1 M' N' 以下であるということ。そうしますと、点公式ですね、 ST と直線 AX プラス BY プラス C イコール0との距離 L はですね、公式から、まあ、L' になってますけども、ルート A 次乗プラス B 次乗分の AS プラス BT プラス C、 ここに代入すれば出てくるということですね。計算しますと、ルートカッコ2ルート2の次乗プラス1分の2ルート2かけるカッコマイナス8ルート2プラス2分の5ルート2カッコ閉じるプラス1の次乗マイナス7となりますけども、距離ですから7センチメートルとなれば正解です。